こんにちは。STM さんに開発エコシステムによる開発実習、高性能マイコン編、デュアルコア独立デュアル地下についてお話ししたいと思います。この実習を通して STM さんにの開発実習の流れをぜひ体験し、ご活用ください。それでは始めましょう。実習1、デュアルコア独立デュアル地下。本実習では M7 と M4 のコアを独立して動作させて、それぞれで L 値化します。本実習の目的は、STM32CubeMX とツールの基本的な使い方を学ぶこと、M7 と M4 コアのコード生成とプログラミングを学ぶことです。使用する機材は、ヌークレオボードと、ボードに実装されている図に示すあたりにあります LED の LD2 と LD3 を使用します。では、STM32CubeMX を起動してみましょう。まず、はじめに CubeMX のアップデートセッティングの変更を行います。CubeMX のヘルプメニューを表示し、アップデートセッティングを開きます。ポップアップウィンドウの下部にありますデータオートリフレッシュの設定をオートリフレッシュから一つ上のノンオートリフレッシュに変更します。もし、インターネットに直接接続されていない企業内ネットワーク等につないでいる場合、プロキシサーバーなどの設定が必要となる場合があります。その場合、先ほど開いたアップデートセッティングウィンドウのコネクションパラメータタブ内にあります設定メニューを使って設定することで接続することが可能です。設定後、チェックコネクションのボタンをクリックしていただき、緑色のグリーンのマークが表示されていれば OK です。それでは実際の実習に入ります。CubeMX はプロジェクトを作るにあたって3つのアプローチがあります。1つ目は STM32 デバイスを性能やペリフェラル、パッケージの種類等のフィルタ機能を使って選択し始める方法です。2つ目は STMicroelectronics が販売している STM32 評価ボードの中から選択して始める方法です。3つ目は競合他社のデバイスと比較して、似た性能や機能を持つ STM32 デバイスを検索し、選択して始める方法です。今回の実習では、一つ目のデバイスを選択して始める方法を使って進めます。CubeMX の初期画面から、New Project にある3つのボタンのうち、一番上の Access to MCU Selector をクリックし、ポップアップされたウィンドウ左側のフレーム内にありますシリーズは STM32H7、 ラインは STM32H745755、 パッケージは LQFP1445 をそれぞれ選択します。そうすると、右側のフレームにフィルタによって絞られたデバイスの一覧を見ることができます。その中の STM32H755ZI をダブルクリックします。では、実際に操作してデバイスを選択してみましょう。プロジェクト画面が開きます。これより各種ピンの設定を行っていきましょう。PE1 のピンを探してクリックします。すると、ポップアップウィンドウが現れ、PE1 に割り当てることができる機能の一覧が現れます。今回、PE1 は GPIO 出力として使えますので、GPIO アウトプットを選択します。同様に PB14 も GPIO 出力に設定します。設定されたピンは緑色に変わります。次に、ピンを Cortex-M7-M4 どちらで使用するかを割り当てます。右クリックし、一覧からピンリザーブドを選択すると、ピンの割り当てを変更できます。PE1 は Cortex-M7、PB14 は Cortex-M4 に変更します。設定されたピンは色が変わります。電源の設定をします。RCC のサプライソースを Power Direct SMPS サプライに変更します。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にありますクロックコンフィギュレーションのタブをクリックして開きます。
開いた画面では、コアクロックや PLL、ペリフェラルに必要なクロックと、すべてのクロック設定が GUI 上で行えます。赤で囲まれた箇所を480にして、Enter キーを押します。しばらく時間がかかります。M7 コアが 480MHz に、M4 コアが 240MHz になります。では、実際に設定変更してみましょう。ここまでで STM32 CubeMX 上での設定は完了です。プロジェクトマネージャータブを選択します。プロジェクトメニューでプロジェクトの設定を行います。まずはじめにプロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名やプロジェクトを保存するフォルダのパスに、全角、半角スペース、漢字、カナなどの2バイト文字を含めてはいけません。使うツールによっては、パスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。デフォルトでは、ビルドに必要ないすべてのファイルをプロジェクトフォルダにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに、膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、最上段の設定を2番目の Copy Only Necessary Library Files に変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。これで、初期化コードを生成する準備が全て整いました。設定してこなかった細かな内容に関しましては、別途 CubeMX のユーザーマニュアル等をご紹介しますので、こちらを参考にいろいろ試してみてください。画面右上にあります、ジェネレートコードをクリックします。しばらくして、コード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。EWORM を使って開くので、オープンプロジェクトをクリックして開きます。では、実際にコード生成をして、プロジェクトファイルを EWORM で開いてみましょう。追記が終わりましたら、ビルドが通ることを確認します。M7 と M4 の両方でビルドが必要ですので、ワークスペースをそれぞれ切り替えてビルドをします。まず、M7 のビルドを行います。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方が選択されていることを確認してください。プロジェクトメニューから全て押さえビルドを実行します。ビルド完了後、エラーやワーニングがないことを確認します。次に、ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M4 のビルドが通ることを確認します。プロジェクトメニューから全てを再ビルドを実行します。ビデオでこれまでの手順を確認したいと思います。ヘルプメニューからアップデートセッティングをクリックします。アップデートセッティング内のデータオートリフレッシュの項目をノーオートリフレッシュに変更します。次にコネクションパラメータタブを開きます。プロキシ設定を完了しましたら、チェックコネクションボタンを押して、緑色のチェックマークが表示されることを確認してください。OK ボタンを押してください。メイン画面のアクセス to MCU セレクターボタンを押してください。ウィンドウの左側からシリーズの STM32H7 チェックボックスを有効にしてください。LINE の STM32H745755 チェックボックスを有効にしてください。パッケージの LQFP144 チェックボックスを有効にしてください。ウィンドウの右下側から STM32H755ZY をダブルクリックしてください。
メイン画面右側のデバイスのピン選択画面からピンの選択をしていきます。P1 ピンを左クリックして GPIO アウトプットを選択します。P ピン1をクリックしてピンリザベーションから Cortex M7 を選択します。PB14 ピンを左クリックして GPIO アウトプットを選択します。PB14 ピンを右クリックしてピンリザベーションから Cortex M4 を選択します。左側のシステムコアの RCC をクリックします。コンフィギュレーションパネルのパラメータセッティングタブからサプライソースをパワーダイレクト SMPS サプライに変更します。次にクロックコンフィギュレーション画面に移ります。画面真ん中の 2CP1 クロックを480に設定します。クロックウィザードポップアップが開きましたら OK ボタンを押します。クロック設定にしばらく時間がかかります。クロック設定が完了しました。次にプロジェクトマネージャー画面に移ります。プロジェクトネームにプロジェクト名を設定します。プロジェクトを保存する場所をプロジェクトロケーションで設定します。ツールチェーンは今回は EWM を使用しますので EWM を選択してください。左側のコードジェネレーターボタンをクリックしてください。上側の STM32CubeMCU Packages and Embedded Software Packs の項目を Copy Only the Necessary Library Files に変更してください。画面右上のジェネレートコードボタンを押してください。プロジェクトマネージャーセッティングポップアップが開いた場合は、Yes ボタンを押して必要なライブラリファイルをダウンロードしてください。ワーニングセーブプロジェクターズポップアップが開いた場合は、Yes ボタンを押してください。初期化コードとプロジェクトファイルが CubeMX によって自動生成されます。コードジェネレーターポップアップが開いた場合は、オープンプロジェクトを押すと、EWM をプロジェクトファイルを開いた状態で起動することができます。EWM が起動したら、ワークスペースを CM7 に切り替えます。ワークスペースウィンドウのコンボボックスから語尾に CM7 が付いている方を選択してください。プロジェクトメニューから全てを再ビルドをクリックしてください。
ビルドウィンドウ内にエラー、ワーニングが発生していないことを確認してください。ワークスペースを CM4 に切り替えます。プロジェクトメニューから、すべてを再ビルドをクリックしてください。ビルドウィンドウ内にエラー、ワーニングが発生していないことを確認してください。以上で CubeMX によるコード生成は完了です。デュアルコア独立で L 値化を実装するプログラムは、それぞれのコアがバラバラに L 値化するソフトです。M7 と M4 の処理は、それぞれ独立したタイミングで GPIO のトグルを繰り返し、L 値化させます。ここからユーザー処理を追加していきます。STM3 に CubeMX で生成したコードには、ユーザーコード begin とユーザーコード end の記載があり、このコメントの範囲にユーザーコードを追加していきます。ここで追記されたユーザーコードは再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。今回追記する箇所は3箇所となります。まず、ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M7 の main.c を開きます。ユーザーコード begin3 の箇所へ GPIO をトグルするコードを追加します。次に、ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M4 の main.c を開きます。ユーザーコード begin3 の箇所へ GPIO を得するコードを追加します。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューから Make をクリックし、コンパイルします。ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューから Make をクリックし、コンパイルします。M4 のコードをプロジェクト、ダウンロード、アクティブなアプリケーションのダウンロードでフラッシュに書き込みます。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグ、またはツールバージョンのアイコンよりダウンロードしてデバッグをクリックします。ダウンロードが完了するとデバッグ画面に切り替わります。デバッグメニューから実行で実行します。 LD2 と LD3 が点滅します。それでは実際のボード上での LED の点滅の様子をご覧ください。LD2 と LD3 が点滅します。今回のコードでは、STM3 に CubeMX にて生成した HAL ドライバーを使用しています。使用している GPIO の HAL ドライバー関数は次の2つです。HAL GPIO init 関数、GPIO の初期化、HAL GPIO トグルピン関数、GPIO の指定したピンを反転です。STM3 に CubeMX で生成した HAL ドライバーは、ドライバーズ、STM32H7、HAL ドライバーフォルダに格納されています。ドライバーの使用方法に関しては、該当ソースコードのヘッダー、またはユーザーマニュアル UM2217 Description of STM32H7 HAL ドライバーズに記載があります。デバッグメニューからデバッグの停止をクリックし、デバッグモードを終了します。ファイルメニューからワークスペースの保存をクリックし、保存します。ファイルメニューから終了で EWR も終了します。
STM32CubeMX もクローズボタンを押して終了します。これで実習帳終了します。ありがとうございました。